口にタッチペンをくわえ、タブレットに絵を描いている男性。宮城圭介さん。事故の影響で両手に麻痺が残っています。頭に湧いてくるものを描いたり、まあ、見たものでなんかあいい景色だなとかを描いたり、まあ、いろいろさまざまな絵を描いてます。マスクを外し、笑顔を見せる人々。そして、沖縄の美しい風景など。宮城さんの描く鮮やかな色合いの絵は、見る人の心を温かくします。宮城さんが自らの人生を変える事故を起こしたのは、17年前のことでした。ニュースはあと2本です。今日午前5時過ぎ、宜野湾市伊佐の国道58号でオートバイが道路脇の縁石に接触、転倒し、宜野湾市宇治泊の宮城圭介さん21歳が宮城さんの事故を伝える当時のニュース映像。壊れた柵が事故の激しさを物語っています。縁石に乗り上げて、まあ、僕は記憶がないんで聞いた話なんですけど、縁石に乗り上げて、このバイクが柵に突っ込んだ感じなんだと思うんですよ。で、僕もこう投げ飛ばされて、あの後ろの木のあたりにこうドスンと落ちる感じになったと聞いてますね。宮城さんは2005年、北谷町で自身の21歳の誕生日を友人らに祝われた後、酒を飲んだままバイクを運転。この場所で単独事故を起こしました。カーブを曲がりきれず、歩道脇の柵に突っ込んだのです。ここに来て一番思うのは、この道路を見たら分かると思う。別に急、少し緩やかな右カーブではあるけど、そんな急カーブってわけじゃないので、やっぱりお酒を飲むことの、このなんだろう、お酒飲んで運転することのリスクっていうのが、なんかやっぱりよくわかるなって。事故から1週間後、病院のベッドの上で目覚めた宮城さん。しかし、体は自由に動かせなくなっていました。左半身不随の右上肢がもう神経切れちゃって全然使えなくて、両手使えないっていう形ですね。今脳挫傷による左半身麻痺、右腕の神経は切れ、両腕が不自由に。当時かぶっていたヘルメットは今も手元に置いています。これは僕の事故当時のヘルメットなんですけど、これすみません、後ろを見てもらえば分かると思うんですけども、後ろの方ひびが入ってるんですよ。で、傷も入ってるんですね。こいつが俺の命を守ってくれたって感じで、もう僕にとってはもうこれはもう捨てられないものですね。一命を取り留めたものの、宮城さんの人生は大きく変わりました。事故の3ヶ月前に娘を授かったばかりでしたが、介護が必要になった宮城さん、家族とも別れることになりました。もしあの時あの事故を起こしてなかったら、もっとこの家族と一緒に幸せな、まあ一般的な幸せな家庭を築けていたのかなとか思うと、やっぱりまあ分からないんですけど、やっぱり悔しくはなりますよね。今も残る後悔。しかし当時は初めての飲酒運転じゃなかったので、まあそこまでこう危険性を感じていなかったというか、一時の判断が人生を変える飲酒運転。去年県内で発生した交通人身事故は2783件。このうち
飲酒絡みの事故は50件に上りました。死亡事故では発生した25件のうち飲酒絡みは4件となり、どちらも全国ワーストという不名誉な記録となっています。僕のようにならないために、人の命と自分の命を守るためのルールを守ってください。自分の夢を叶えるためにも、思ってもいませんでした。宮城さんは事故で変わった自分自身の姿を見せることで、同じ過ちを犯す人を減らしたいとの思いから飲酒運転防止を訴える活動を続けています。俺みたいになるなっていうセリフを僕はこう、まあ、代名詞的に言っているんですけど、まあ反面教師的なそんな感じで、俺のことを見てこうはなりたくないよねっていうのをやっぱり一番伝えたいですかね。自身の過去の過ちをさらけ出し、その不自由な姿を見せることで、ドライバーに飲酒運転を踏みとどまってほしい。それが宮城さんの願いです。